サイズの 2×8×2 ですね。このサイズのファイルをこのサイズ 4×4 のサイズに変更していこうと思います。まずは、変更させるために、ね、サイズですね。キャンバスサイズ変えましょうね。キャンバスサイズをパーセンテージで高さを200度。あ、間違えましたね。上を指定して高さを200で、こうなりましたね。で、これは、ここから左から1、2、3、4、5、6、7、8ってなってるんで、この4つの束を2段目に移す。で、ここの束を3段目、最後を4段目に移すという操作になります。で、その選択なんですけど、どうやってきれいに選択するかっていうところがポイントで、この選択範囲指定をスタイルを固定にしましょう。それで、このサイズが今、事前に調べてあるんですけど、キャンバスサイズ横が半分、縦も半分の固定値で指定してあげます。そうすると固定値が、幅380の996になるので、これで選択すると、きれいに選択範囲っていうのが指定されるんですね。で、あとは、インジケーターが出ますので、このインジケーターが出たときに、V を押して画像を移動させるという形ですね。で、コントロール D で選択範囲を解除。で、同じように、3段目を選択範囲を出して、移動をと。同じように繰り返しですね。これ連続でできたかな？連続でできるかわからないけど。で、移動させます。これで順番通りになっているので、あとはキャンバスサイズを、直してやると。左に合わせてピクセルの幅が50。OK ですね。はい、これで完成です。